実はね、この配信の前に栗林さんとちょっとセッションしてたんだよ。あ、あの例のアプリで？どうでした？できそう？前さ、LINE でこれでやったでしょ、前。あれ、すげえズレズレだったやつね。あれよりは全然合うんだよ。それヤマハのやつだったっけ？そう、違った？遅延がなくてネットデュエットっていああ、ヤうマハなんかやってたね。フリーのソフトがあって、で遅延もないし、音もいいんだよね。インターフェース経由でモニタリングできて、そのミキサーもあるんだよね、画面の中に。相手の音を上げるとかもできて、でちょっとやってたんだけど、一応推奨が有線接続だから、有線でインターネットつないでやると、かなり練習現全然でき実る。的にできリる。ハーサルとかもできちゃう感じ。です音をね。伝えるソフトウェアなのね。で、映像はこうやって LINE で通話しながら、お互いの顔を見ながら、音はそっちのソフトでっていう風にやってたんだけど、セッティングもね、簡単でしたよ。本当ですフか。リーウェアなんで、最新のベータ2ってやつが最新版なのかな。それを Mac に入れてもらって、で、部屋を作るんだよね。ルームを作るっていう。で、部屋を作ると、そのルーム一覧っていうところに出てくるんだよ、部屋がね。で、そこに入ると、で設定したパスワードを入れて入室するっていう感じ。そうなするほどと、ね。今部屋に入ってる人数が出るんだよね。2人とか、バンドでやるんだったら4人とかに、みんなが入ればそうやって表示されると。テストでパスワードなしで部屋を作って、2人で入ってたの。そんで入れることが分かったから、もう一回パスワード付きの部屋で作り直しますって退出したんだよ。で、パスワードかかってない部屋に自分だけいたのね。退出し忘れて、ずっといたら知らない人が入ってきたの。おお、そういうこともできちゃうっそうて危そう。なくない？で、全然俺気づいてなくて、新しい部屋できるの待ってたら、いきなりなんかギターの音がバーンって聞こえてきて、わーっと思って、何と思ったら、なんか知らない人がギター弾いてんのよ。でもそれ大丈夫なんいでや、すだか？からそん要なこはと。セッションしようぜっていうことなんだよ。だああ、からなるパほどスワーね。ド設定してないっていうことはそういうことなんだろうっていう、なるほどね。向こうからまあしたでらも、誰でも入っこていいれ、よっていう合図なんだよ。この会員の皆さんにもさ、その我々の演奏とか聞いてもらえるようになるってことは、これ、そのシステムはもしかしたら有効できる可能性もあるかもしいれや、ないでだかすらね。聞かせるんだったら別にいいんだよ。入るのは我々で、それを配信に載せて、Facebook で聞いてもらえばいいだけだなるほから。ど。じゃあちょっとそこも考えつつ、ちょっとね、せっかくやっぱり我々バンドマンなんだね、やっぱね、そう、だやっかぱらね。多分これがスタンダードになるんで、早く導入してやった方がいいですね。問題はドラムと歌かな、参加するんであれば。まあそれドはラあムはれね、です。なかなか自宅でドラム叩ける人っていないと思うから、いや、バッチはエレドラがあるんで。それがあれば大丈夫だし、そうなるとやっぱ安座さんがね。いや、だから大変なんですよ。歌えるかどうかだよ。歌える環から、境を周り作れるの、か。周りのその音の問題とかあるでしょ。周りって？あ、私の部屋ってこと？そう。あ、家で、昼間は大丈夫ですよ。お隣さん、に、昼間しかダメです昼間ね。やるの？ 日曜日だったら皆さん大丈夫だったりします？ちょっとやっぱさすがに夜はね、近所ご迷惑になっちゃうんであれですけど、安田さんのネット環境かな。